日本政府がインドネシアへの F-15 戦闘機用 IHI 社 F-100 ターボエンジン輸出を検討している。今回は F-15 戦闘機エンジン輸出と IHI 社の XF-9 エンジンの行方を詳しく見ていきます。 XF-9 エンジンを実戦へ投入していくことでデータが取れるのではないのかな。期待する。2023年7月現在、日本の航空自衛隊が保有、運用中の戦闘機は3機種となっており、それは F-15 イーグル、F-2、そして最新鋭の F-35 ライトニング2であり、F-35 ライトニング2は現在調達中で、A 型105機、B 型42機が予定されている。F-2 に関しては、2035年からの退役が行われる予定で、この代わりの機体としては、イギリスとイタリアと日本の3カ国で推進することとなった GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで製造するものが充当される。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、有人の戦闘機のみを開発するプロジェクトではなく、それらに随伴させる無人航空機まで、包括的に含んだ形を目指してはいるが、まだ全体像は見えていない。それでも、その一環で開発される有人戦闘機が、日本では F-2、イギリスやイタリアでは、ユーロファイタータイフーンを代替する機体となる予定で、日本の場合、同数での置き換えならば、90機前後の調達となるだろう。そして現在、およそ200機ほどを保有、運用中である F-15 イーグルに関しては、1984年までに、納入済みのプレムシップ機と、それ以後のズムシップ機とに大別され、後者のみが、さらなる近代化改修を施され、今しばらく延命される。そのため、初期のプレムシップ機のおよそ100機ほどは、現在調達中の F-35 ライトニング 2A 型105機をもって、およそ10年をかけて置き換えられることとなり、最終的には、すべて退役を迎えることが、現時点の決定事項となっている。日本の航空自衛隊における F-15 イーグルは、その大半が、ライセンス生産によって調達された機体であり、機体そのものは、三菱重工業者が主となり、また、機関部は、現、IHI 社が担当して製造されたという経緯を持つ。F-15 イーグルの機関部は総発で、オリジナルは、アメリカのプラット&ホイットニー社製の F-100PW100 という形式のものだが、これを、現、IHI 社が、まず、F-100IHI100 として、後には、改良を加えた F-100IHI220E としてライセンス生産した。現 IHI 社がライセンス生産した F-100IHI100 および F-100IHI220E の総数は440機ほどにも及び、以後およそ10年で退役するプレムシップ機がおよそ100機ほどのため、少なくとも総発ゆえにおよそ200機ほどの機関部が不要になることが見えている。プラット&ホイットニー社製の F-100系の機関部は、こうした F-15 イーグルだけでなく、同時代の F-16 ファイティングファルコンの機関部にも採用されており、同機は単発機だが、世界での累計生産数は5000機を超すと見込まれるベストセラーだ。そのため、本国のアメリカはもとより、F-16 ファイティングファルコンは、その同盟国や友好国など20カ国以上に採用されており、今も現役の主力戦闘機として運用を継続している国も多く、インドネシアもそうした一国である。インドネシアは1990年までに F-16 ファイティングファルコンのブロック10号を新規で12機調達した後、2011年には近代化改修済みで、ブロック52に相当する中古機も、追加で24機の調達を行い、少なくとも合計36機を保有、
運用している。このようにインドネシアは F-16 ファイティングファルコンについて、最初の新規のブロック15の調達からブロック52相当の中古機の調達決定までに20年以上のブランクがあるが、これは当時のスハルト政権下でのアメリカとの関係の悪化が影響した。主として、それはスハルト政権下での人権弾圧にアメリカが追加調達を拒んだことが原因だが、同時に今も続くインドネシアの財政難も影響し、高額なアメリカ製の戦闘機の購入が困難になったことも一因である。そのため、一時期、アメリカとの関係が悪化したインドネシアは、代わりに、安価なロシア製のスホ、I-27、スホ、I-30 などの戦闘機の調達を行ったが、それ以上、ロシアに同国が接近しないように、アメリカ側が政策を転換した経緯がある。ちなみに、日本の F2 も、F-16 ファイティングファルコンをベース機として、日米での共同開発が行われた機体であるが、こちらは、機関部には、ゼネラルエレクトリック社製の F110GE129 が選択され、やはり、これを IHI 社がライセンス生産している。こうした状況下、保有、運用する F-16 ファイティングファルコンの予備の機関部を必要とするインドネシアと、F-15 イーグルのプレムシップ機およそ100機が、不要となる日本とは期せずして、その利害関係の一致を見ることとなった。どのみち、このまま、何もアクションがなければ、不要品として処分されることが確定するしかない F-15 イーグルのプレムシップ機およそ100機分の機関部の有効化活用としては、インドネシアへのその輸出が、理にかなうとの見方だ。しかし、無論、IHI 社が、日本の F-15 イーグル用に、ライセンス生産を行った F-100IHI-100 は、大元のアメリカ政府、及び、プラット&ホイットニー社の承諾が必要ではあるが、今のアメリカが、政治的に反対する理由はないだろう。また、IHI 社にとっても、日本では不要となった F-100IHI-100 を、インドネシアへの輸出が可能となれば、現物を引き渡すだけではなく、その消耗部品の継続的な納入も見込め、ビジネス的にもメリットが生じることとなる。しかし、ここで最も大きな障害となるのが、日本政府が採用している防衛装備移転三原則の存在であり、これは2014年にかつての武器輸出三原則に変えて、当時の安倍内閣が設けたものだが、現行のままでは F-100IHI-100 のインドネシアへの輸出は難しい。現行の防衛装備移転三原則において武器輸出が認められているのは、国際的な共同開発を行ったもの、及びその生産品に限定されており、それ以外の場合は、救難、輸送、警戒、監視、掃海という5つの用途に該当するものとされている。IHI 社製の F-100IHI-100 という戦闘機の機関部は、この救難、輸送、警戒、監視、掃海という用途には収まらないため、その実施には、防衛装備移転三原則の要件の緩和を政治的に行うことが、どうしても必須になってくる。現在の日本の政権は、自民党と公明党による連立政権であるため、防衛装備移転三原則の要件の緩和を行うには、両党の合意が必要となるが、自民党と公明党とでは、その扱いをめぐる政治的な姿勢には、大きな隔たりが感じられる。自民党側は、防衛装備移転三原則の先の救難、輸送、警戒、監視、掃海という用途を完全になくし、武器輸出のハードルを下げる方向を示しているが、公明党は、こうした考えには慎重姿勢を崩しておらず、
現行のあり方の継続を唱えている形だ。インドネシアへの IHI 社製の F100IHI100 の輸出という具体的な案件以外にも、イギリスとイタリアと日本の3カ国で推進する GCAP グローバルコンバットエアプログラムをめぐっても、防衛装備移転三原則の問題は顕在化している。イギリスやイタリアは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて製造される機体の積極的な第三国への輸出を念頭に置いており、その障害となりかねない、防衛装備移転三原則の要件緩和を希求している。こうした状況下、無論、日本の大手マスメディア等のこの防衛装備移転三原則をめぐる報道も、例によって武器輸出を強行しようとしている自民党という批判的な文脈が大多数を占めており、いつも通りではある。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の世紀を目の当たりにした現在においても、これまで同様の冷戦期から続く思考を維持し続けているのは、一貫性という意味ではぶれてはいないが、もはや信仰の域ではないかと、すら感じてしまう。